ます？どうかな。嬉しいか？よしよし。気合い十分だね。体重はバッチリだね。はい、何です？いい仕上がりだね。お、嬉しいか？よしよし。今週はレースがあるよ。どうかな。いい感じだね。はい、何です？一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。オルレアンがかわしていきました。そしてその後ろから7番フライドキル、内を通ってスルスルとオーガストバイオが上がっていきました。8番ジンクライス、それから5番シアトラス、12番カタノアメリカンはこれを追う展開になりました。ベラーディオ、それからワイルドワンダー、11番サンライズバッカス、その後ろでやりましょうか。4番イブロン、そのうちにラッキーブレイク、そしてその外にクワイエットデイ。さあ先頭はホース。6番手といったあたり、先頭はオーガストバイオ。さあ先頭はオーガストバイオがカンバシンリード。3番手にヒシアトラス、オーガストバイオが抜け出した。外からヒシアトラス、オーガストバイオ先頭。先頭は3番オーガストバイオ。サンライズバッカスかわした。先頭に立ったサンライズバッカス先頭。サンライズバッカスが勝ちました。イブロンが気を取り直して次行こう。一着、馬がレースから帰ってきたね。仕上がりだね。いい感じだね。
感じよね。ただいまより投票受付を開始します。中央と地方の精鋭が互いの意地をかけてぶつかります。ダートの帝王決定戦、いよいよスタートです。
さあ飛び出した12頭。あーっと1頭2頭で遅れ、バラついたスタートになってしまいました。先頭に立つのは何か。5番エイシンチャンプが先手を取ります。クールアイバー、さあ気合はどうなんだ。片のアメリカン、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。内を通ってスルスルとマイネルボーノットが上がっていきました。1番人気の11番羽引きり竹豊騎手、どのあたりで動くんでしょうか。それからコアルスタイム、タイムパラドックスがそのうちにいます。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー2番サイレントディール外を通りまして、山登りザート、そしてそのうちに TK 強し、その後ろでやりましょうか。ボンネビルレコード、ハジジミツオ、これがしんがりでやります。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く5番エイシンチャンプ、カンバシンリード、その外に9番クールアイバー、そしてその後ろから11番羽引きり、これをマークするように12番肩のアメリカン、12頭が第3コーナーに向かいます。内を通って1番マイネルゴーノット、それからもう1頭3番タイムパラドックス、その外コアルスタイム。さあ大井競馬場に詰めかけた観衆のボルテージが最高潮に達します。金引きりは4番手といったあたり、クールアイバーが抜け出した、ムチが飛んだ、横山と旗のアメリカン、旗のアメリカンが襲いかかる、先頭は9番クールアイバー、旗のアメリカンが差を詰めてくる、捉えたかわした、旗のアメリカン、旗のアメリカンが先頭だ、1着12番旗のアメリカン、大井の深い砂も何のその、旗のアメリカンが夏のダート王に輝きました。馬がレースから帰ってきたね。嬉しいか？よしよし。まあまあかな。いい感じだね。まあまあかな。いい感じだね。
ないの。嬉しいか。はい、何です。体重はバッチリだね。いい感じだね。嬉しいか。よしよし。いい感じだね。嬉しいか。よしよし。嬉しいか。よしよし。元気だね。いい感じだね。